ベアはアメリカ合衆国デラウェア州北部ニューキャッスル群に位置する国勢調査指定地域であり2010年国勢調査では人口19371人となり2000年の17593人から10%増加した非法人地域であるが自治体の並びで見たときに人口ではデラウェア州第4位に位置する当初は ウィルミントン市の南部デミエン地帯にある小さな交差点であり、主にトウモロコシを栽培しよを育てる小さな農場があった。1980年代と1990年代にアメリカ国道40号線に沿ったウィルミントンのスプロール検証である住宅開発とショッピングセンターができて人口が増えた。ベアは地方自治体ではなく厳密に線引きされた地域ではないが、 地域社会の集合に対する一般的な故障になっている。一般に伝えられる伝説によると、ベアという名前は、ウィルミントンから州都ドーバーに向かう道路沿い、アメリカ国道40号線と修道7号線の交差点にあった酒場から来ており、この酒場の看板には大きな熊が描かれていた。ベアは、北緯39度37分13秒、整形75度41分5秒。 国威39.62028度整形75.68472度39.62028-75.68472に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は5.7平方マイルであり、すべて陸地である以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ベアの教育は3つの公共教育学区及び多くの私立学校によって管轄されている。公共教育学区はコロニアル教育学区、クリスティーナ教育学、及びアポクイニミンク教育学区である。アポクイニミンク教育学区はミドルタウンの教育も管轄している。ありがとうございます。